どうもタクと申します。僕は普段ですねポケモンのゲーム実況をしてるんですけど、ポケモンカードっていうめちゃくちゃ今流行ってるカードゲーム、今まで全くと言っていいほどやったことがなかったんですよね。でそんな僕がちょっとポケカめっちゃやりたいって思ったことがあって、今ですねシャイニースター V っていうパックが発売されてるらしいんですけど、このパックなんと色違いポケモンが出やすい激アツなパックらしいんですよ。で僕ですね普段色違いポケモンをゲットする実況動画を上げたりしていて、色違いポケモンがめちゃくちゃ好きなんですよ。でも色違いポケモンのカード欲しいともうこれ今買うしかないだろうというわけで買ってきました。20パック20パックを買ってきました。1パックが10枚入ってるんですよ。なんで今から200枚開封していきたいと思います。シャイニースター V、 これですね。色違いポケモンめちゃくちゃいっぱいいますよね。メタモン、ドラパルト、リザード、すげえな。これこのシャイニースター V って本当に激アツのお祭りパックらしくて、ポケカって1ヶ月とか2ヶ月に1回新しいパックが出るらしいんですけど、このハイクラスパック、ハイクラスパックっていうやつは本当に1年に1回のお祭りパックみたいな感じらしいんですよね。本当にいいカードばっかり出る。 V または VMAX 確定、即戦力カードも盛りだくさん、色違いもゲットできる、全190種類、特別なリアリティで色違いポケモンも収録と。すごい、マジで楽しみになってきた。これ一応去年発売されたやつがまた再販されてるみたいです、このシャイニースター V。 すげえなこれ。じゃあ早速今からこの20パック開封していきます。じゃあちょっと移動します。はい、じゃあ移動しました。早速開封していきましょう。いやでもめちゃくちゃワクワクするなこれ。どうしよっかなとりあえず10パック分やろっか。ハサミでちょっと切りますか。ハサミ切るの怖いなでもどうしよっかな。まあとりあえず切りましょっか。じゃあ切るとこはちょっと怖っこんな感じでやってって、まとめて、あ、こんな感じでいけるな。ちょっとまとめて切りますわ。よし、OK、大丈夫だった。とりあえずこの10パック分を見ましょうか。10枚だから100枚か、1パック10枚だからとりあえず100枚分見ましょう。どうだろうね、色違いどのぐらいなのかな、全然わかんないんだけど、どのぐらいの割合で出るんでしょうね、色違いって。じゃあ見ていきます。せーの、はい。お、え、何これ。あ、これは別にこれは別に気にしなくていいやつだよな。これじゃあめくります。せーの、はい。お、一番最初は猿ノリでした。僕のポケカデビュー猿ノリでしたかわいいな。ポケカっていいな、やっぱめっちゃ可愛い。じゃあどんどんやっていきますか。サルノリ、次、はい。あ、出でんね、めっちゃ可愛い。可愛いポケモンが続いてる。じゃあこっち置いとくか。どうするのが一番見やすいかな。ちょっと試行錯誤しながらやっていきますけど。次ででんね。次、はい。ドガースだね。ドガースか。初代ポケモン、いいですね。あ、とりあえずどんどんめくります。せーの、はい。あ、バリコールね。バリヤードのガラルバージョン。せーの、はい。お、これは進化の、こう、こういうのもあるんだ。グッズ、なんかアイテムカードみたいな感じかな。いや、色違い来てほしい。これ、1パックに1枚色違い確定とかそういうのはないのか。あ、でも、V か VMAX は確定してるんですよね。1枚はレアカードが入ってるはず。というわけでどんどんいきます。あ、なんかちょっとキラカードがちょっと後ろに見えてる感じしますけど、次いきます。せーの、はい。イオルブ、このままいきます。せーの、はい。お、ガラルマタドガス。しかしこれは色違いではないと。あー、でもすごいキラキラしてますね。ガラルマタドガス出ました。これが VMAX? え、ちょ、待って、これじゃないのかな。ちょっと待って、ここで喜ばず、ちょっと次行きましょう。せーの、はい。お、お、これ
これボスの指令榊かな、あ榊だ、えキラカードが2枚目出た。どのぐらいのレア度かがちょっとまだ自分で判断できてないんだよなえでも榊は嬉しいな、えすげえ、えいきますね、じゃあ次せーの、はい、お無限大な、これがこれ V か、これが V ってやつなんだ、あ無限大な出ました、キラキラしてすごい、パワーアクセルダイマックス砲、これポケカいろいろ覚えたいな、どれが強くてみたいな、じゃあ次これラストかな、せーの、はい、おサッチムシでした。というわけで今回、あちょっと待って、あびっくりした、これもなんかキラキラしてるかと思いきや、えしてるこれ、えキラキラしてるこれもしかして、あなんかちょっと違うな、このサッチムシちょっと違うな、キラキラしてる、これもちょっとレア的な感じなのかな、すいませんね、ポケ化が全然分かってないかな、せーの、はい、あまあここはね行きます、せーの、はお、ダルマッカ、ガラルダルマッカですね、あかわいい、行きます、次、はい、お糸丸僕もあのクリスタル時代の相棒のポケモンかも、え糸丸、じゃあ次、はい、おトロッコン、トロッコンか、タンドンから進化ね、次行きます、せーの、はい、おうう、ううって言いづらいよな、せーの、はい、お音スパス、こうやってあれだね、まあ、ソードシールドのパックだから新ポケばっかりだね、いきます、せーの、はい、おこれはあクチタタテ、これザマゼンタの専用アイテムですよね、へえ、あいいかもしれないこれ、じゃあいきます、次、せーの、はい、おヤレユータン、ヤレユータン光ってる、でも色違いではないね、いや色違い欲しいな、ここまで来ると、いきます、せーの、はい、おフーロだ僕ジムリーダーの中でフーロめちゃ好きなんですよ、フーロかわいい、めっちゃかわいくないですかこれ、しかもキラキラ光ってる、フーロ出た、素晴らしい、次せーの、はい、おおお来た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 、色違い来た、色違い来た、これオーロンゲの V か、おーすごい色違い出ました、オーロンゲ V、いやー出せたのよかったね、色違い少なくとも1枚はさすがに欲しいとは思ってたんで、いやマジで嬉しいですね、次せーの、はい、おチラーミー、チラーミーはこれちょっと最後はなんかやっぱ光ってるんだな、なんとなくこうポケカにちょっとずつ慣れてきてるな、とりあえずあれだな、オーロンゲの色違い出たのはマジで嬉しい、色違いゲットだぜ、とりあえず1枚目じゃあ行きます、こうか、せーの、はい、じゃあここからどんどん行きますね、私らが、これはミブリム、ガラルデスマス、ボールガイ、ボールガイ好きなんだよな、ちょっとおちゃらけた感じ、せーの、はい、おバチンキ、あサルノリとバチンキ揃いましたね、ゴリランダー欲しいな、したらゴリランダーの色違いとか来ないかな、せーの、はい、おこれはホラー超エネルギーエスパー的なやつではないか、ちょっと後で勉強したいねこれは、せーの、はい、おこれはガラルサニゴン、ここからまたキラゾーンが入る、ね、次期待だな、せーの、はい、おタチフサグマ、ガラルタチフサグマだ、これは別に色違いではないと、次いきます、せーの、はい、おイエスさん、イエスさんの V か、これも色違いではないと、あとお城だな、じゃあいきます、せーの、はい、おツールスクラッパー、これもなんかグッズって言うんだ、アイテムカードみたいな感じですよね、へえ、じゃあ3パック目は特に色違いはなしということで、じゃあ4パック目いきましょうか、いや開封楽しいなやっぱこれめちゃくちゃ楽しいぞ、いきます、なんかいろいろ最初のカードはなんか違うんだね、せーの、はい、ここからこれは
珍しい化石、化石が出たいきます。はい、ベロバー、せいゴース、せいの、はい、スワンナいきます。せい、エールダンの応援タオル、エールダンの応援タオルとかなんかポケモンセンターとかで売ってる感じですよね。普通にこれ欲しいんだけど。せーの、はい、ウオチルドン、あ、これ化石のポケモンですね。いきます。せーの、はい、お、フーパ、フーパ出た、すげえ、色違いとかではない。せーの、はい、パルスワン、ここら辺からキラーカードになってくんだよ。せーの、はい、お、私らが V、 V か、色違いではない、 V が出ました、私ら。せーの、はい、アリアドス、あ、アリアドスいいですね。糸丸、アリアドス、どっちも揃いましたというわけで私らが V が一番いいやつかな、これいいですね。でもと、ま、今んとこまだ 色違いは1匹だけですね。色違いいっぱい欲しいな。あと何がレアなんだろう、ドラパルトとかリザードンかな、やっぱり。いきまーす、せーのせーのじゃない、コソクムシ、ゴース、ベロバー、ウオチルドン、なんかこれさっきと同じ感じだな、これ、はい、ヒートエネルギー、ポットです、あ、ポットです、かわいいな。せーの、はい、アカラルサニゴン、さっきも出たな。せーの、はい、あ、ザマゼンタだ、ザマゼンタ出ました。じゃあ次いきますか。せーの、はい、あ、メタモン VMAX 来た、これめちゃくちゃいいんじゃないか。これ下の方にさ、レア度が書いてあるらしくて、 RRR、 これトリプル R、 あ、トリプルレアでいいのかな。じゃあ次いきます。せーの、はい、あ、マホミル、かわいい、これメタモン VMAX はかなり嬉しいな、これ大変身、これキラキラめっちゃしてますね。これ VMAX はもしかしたら初なんじゃないかな、初 VMAX 出ました、素晴らしい、ね、ただ色違いは出ずと。せい、まあ、せーの、はい、レドームシ、ホルビー、このホルビーちょっと可愛いな、なんかすごいイラストチックな。せーの、はい、あ、メッソン可愛い、メッソンめっちゃ好き。せーの、はい、あ、ツールスクラッパー、はい、魔法イップだ、魔法ミル出たから2匹とも出たね。せーの、はい、あ、ネズさん、いきます、ここら辺からキラーカードって感じかな。せーの、はい、お、スイくんだ、スイくん嬉しい、やっぱね、僕金銀クリスタル大好き実況者なんでスイくんめちゃくちゃ嬉しいですね。せーの、はい、あ、大王道いいですね。せーの、はい、お、これはドラパルト VMAX、 素晴らしい、 VMAX2 枚目ですね、これでいいね。ドラパルトの VMAX も出ました、ただ色違いじゃなかったのは残念。じゃあラストかな、せーの、はい、お、エレズン、いいですね、エレズンもめちゃくちゃ可愛い、バブみを感じるというわけで今回のこの6パック目は VMAX ドラパルトが一番いい感じかな。いいですね、順調に。でもやっぱこれ結構開封って楽しいけど時間かかるな、もっとパッパパッパやっちゃった方がいいのかな。今んとこ色違いは1匹オーロンゲだけって感じですね。ちょっともう 2,3 体欲しいな欲深く言ってしまうと。じゃあ次が 7パック目ですね。せーの、はい、いきます。サッチムシ、ひとつき、エレズン、エレズンかわいい。せーの、はい、オーロラエネルギー、これなんだろうな、これもちょっと後で見ておきます。せーの、はい、スワンナ、せーの、はい、あ、エールダン応援タオル、せーの、はい、お、モスノ、モスノかわいいよね。せーの、はい、お、ジュナイパー、いきます。せーの、はい、これはラプラスの V ですね。せーの、はい、パワフル無色エネルギー、こうエネルギーカードがあるんだね。今回はラプラスの V が一番いいって感じかね。
ね、それでは残り3パック分やっていきます。入れて、はい、じゃあいきます。せーの、はい、ウール、タンドン、ヤブクロン、ヒートエネルギー、ポットです。せーの、はい、砂蛇。おお、これ砂蛇色違いだ。色違い砂蛇きた。やった2枚目、色違い2枚目きました。このキラキラ光ってるのが色違いですね。でかつ砂蛇は通常色はこの白ではないので素晴らしい。2枚目、色違い2枚目きました。これは期待できるな。せーの、はい、おっ、ジュナイパー。せーの、はい、あ、スイ君出ましたね。いきます。せーの、はい、お、無限ダイナの VMAX 来ました。無限ダイナの VMAX、 さっき V 出たよね。さっき出たのが V で、こっち VMAX、 VMAX のが多分レアなんだよね。こっちがダブルレアでトリプルレアって感じかな。はい、じゃあ次、せーの、はい、お、これはあ、口たたて、あ、口たたてさっき出たけど、これはキラキラしてる口の、うん、口たたてって感じか。いやー、素晴らしいね。とりあえず砂蛇の色違い出たのが嬉しいね。無限大なの VMAX も嬉しい。せーの、はい、イエスさん、はい、たたっこ、はい、星ガリス、星ガリスも可愛いね。せーの、はい、アーマーガー、アーマーガーはなんか剣立てって感じがするよね、本当に。せーの、はい、スピードエネルギー。せーの、はい、お、アストリンダー、これも色違いだ。やった3枚目きた。ストリンダー色違いきました。やったやった、色違いがいっぱい集まってくぞ。3枚目色違い、素晴らしい。せーの、はい、ザシアン、あ、ザシアンも来ましたね。ザマ全体に続いてザシアンも来ました。せーの、はい、パッチルドン、あ、いいね、パッチルドン強いんだよね。じゃあ次いきます。せーの、はい、お、ラプラスの VMAX、 あ、 VMAX、これで何枚目だろう。 1,2,3,4 枚目かな。4枚目の VMAX 来ました。いいね、ラプラス VMAX。 せーの、はい、ターボパッチ、これもなんかエネルギー的なやつかな。いいですね。でもストリンダーの色違い来たのもめちゃめちゃ嬉しいな。3枚目の色違い、いいですね。色違いやっぱいっぱい出るね、こうやってシャイニースター。いいパックだよこれ、マジでこんな楽しめるポケカないよ。ポケがクソ楽しいな。はい、じゃあ10パック目ですね。これでこれで半分って感じかめちゃめちゃあるな、まだ。いきます。せい、じゃあこっからいきます。せーの、はい、ウール、珍しい化石。せーの、はい、タンドン、ボールガイ。せーの、はい、お、バチンキー。せーの、はい、あ、ジュナイパー、ジュナイパーもこれ色違いだ。やった、これで1,2,3,4,4枚目の色違い来ました。ジュナイパー、いいね。ジュナイパーの色違いめっちゃ好きなんですよ、この黒っぽい感じは。素晴らしい、どんどん色違いが集まっていく。せーの、はい、ウオノラゴン。せーの、はい、ヒードラン、ヒードランいいですね。次期待だな、次のカード期待。せーの、はい、お、ザシアンの V、 ザシアンの V か、 VMAX とか色違いではないと。せーの、はい、丸役で、これも色違いではないという感じですね。というわけでこれでとりあえず10パック分が終わりました。ちょっと整理してみよっか。で、今回の10パック分で出た主なカードなんですけれど、 VMAX が無限大なドラパルト、ラプラス、メタモン、V が無限大なザシアン、私らがイエスさん、ラプラスという感じでした。で、今回出た色違いが、10パック分100枚中4枚でしたね。オーロンゲ、スナヘビ、ジュナイパー、ストリンダー、この4枚でした。いいね、色違いどんどん増やしていきたいね。これ100分の4 4% って感じかな。この後ろの柄もいいですね、ポケモン、海外のポケモンって感じがするね。で、あとこの意外だったのがこの風呂、ちょっとネットで情報を見てみたら、こ
この中で一番多分フーロの価値が一番高かったですね。まさかのフーロやっぱ人気のジムリーダーだからな。可愛いは正義ってことですかね。というわけでね、とりあえず10パック分終わりました。いやポケカマジで楽しい。開封すんのマジで楽しいなこれ。残りの10パック分は、この動画の後編で、開封していきたいと思います。おお、なんだこれ。え、なんかすごい、なんだこの色。え、マジ。